い、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、世界の人口についてお送りします。で、前回まで日本の気候をやってきて、ここで世界の人口、そして次に日本の人口って感じで人口2つ動画をやっていきます。その1本目だね。で、今回は穴埋め形式で全部で6問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、この地図は説明で使うだけなので問題関係ないです。あんま気にしなくて大丈夫で、確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。世界の人口なんで世界の話をやっていくんですけど、世界の人口ってね、年々増加してます。今ものすごい数どんどん増加してる、人口っていうのは。で、その中でも人口の増え方が大きい地域が3つあります。それがアジア、アフリカ、南アメリカです。つまりアジアなんで、ここね、日本も含めたアジア、そしてアフリカ、南アメリカ、この3地域がものすごく人口が増えています。ちなみにこの3地域あるでしょ、3つ、ここを全部足すと世界の人口の8割、つまり 80% がいます。8割がそこにもいるの、その3つだけで。それだけ多いんです、この地域は。で、その要因、そうなったね、こう元の原因というかあるんですけど、医療が発達したんです。まあね、もちろん発達していくでしょ、どんどん。それによってあるものが大幅に下がったんで、人口が今どんどん増えています。で、何が下がったかっていうと、これね、子供の死亡率なんです。つまり子供の死ぬね、その率が下がっていったの、医療が発達したからね。で、それが要因として挙げられます。でも、もう一個要因があって、これ今書いてないんですけど、この地域ってもともと出生率がすごく高いんです。出生率、生まれる率ね、でが高いんだよ。でも、もともと死亡率が高かったんで、そんなに人口増えなかったんですが、死亡率が下がったでしょ。で、ちょっと言い方が悪いですけど、生まれる量がね、増えてるのがそのまま多いのに、死ぬ率が下がっていったら、どん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 生まれる量が増えていくじゃん。死亡率下がっていくから。この差が、どん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 人口増加につながっています。今ね。で、ちょっと話が変わって、で、ある国とか地域の人口をね、その国とか地域の面積で割ったものをホニャララと言います。で、これ、小学校の時にも算数で出てきてるんですけど、言葉としてね。あ、書き順間違っちゃった。これね、人口密度って言います。人口密度です。これは、同じ地域にどれだけ人口がいっぱいいるか。つまり、人口密度が高いといっぱいいるんです。人がいっぱい入ってる、その地域に。っていうイメージでいてください。逆に人口密度が少ないとですね、人が少ない。人口がね、その土地の広さに関わってですけど、少ないっていう感じになります。で、今回この右の地図なんですが、これ人口密度の図になってます。で、赤で塗ってるところは人口密度がすごく高いところです。かなりざっくり塗ってるけどね、これもっとあるんだけど、ざっくり塗ってます。で、緑のところはちょっと多いんです、人口密度が。で、これ見るとですね、もちろんアジアはやっぱ多いです。人口密度は多い。で、ヨーロッパがね、実は人口密度がすごく高いんですよね。多いとか高いんですね。で、これなんでかっていうと、ヨーロッパの国ってすごく小さいんですよ、国自体が。国が小さいのに、ある量の人口がいるので、人口密度は高いんです。でも人口自体がそんな多いわけじゃないの。ちょっとややこしいんですけど、人口密度はアジアとか、あとはね、こうヨーロッパとかが多い。アメリカとかも多いですけどね、アフリカもね。赤で塗ってるゾーンはヨーロッパとアジアに集中しています。ただ、人口が多いのはアジア、アフリカ、南アメリカです。そんな感じで覚えてください。で、人口に関わる問題が2種類あります。2つに大きく分かれてる。で、まずですね、それ発展途上国と先進工業国で分かれるんです。で、まず発展途上国からいきます。で、その前に発展途上国って何かっていうと、これ言葉のまんまで発展してる途中の国なんです。途上って途中ってことなんで。つまり今発展してる途中なの、国として。
すごい発展しきってる国ではなくて、これから今どん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 発展してる途中の国で、それがアジアとかアフリカにいっぱいあります。で、そういう国ではホニャララって呼ばれてる急激な人口増加が起こってます。まあ、人口増えてるって話でしたね。アジアアフリカはこの一気に人口が増えてることを、人口が爆発的に増えているので人口爆発と言います。急激に増えることね、人口爆発です。で、これが起こってることによってあることが追いつかなかったり、あるものやあるものが不足する問題っていうのが起こっています。で、まず何が追いついてないか、これ多分いろいろあります、答えとして。ただ今回は教科書に沿ってるので、まあ、それ一応答えとして扱いますけど、これは食料の生産です。当然人が増えれば食料が多く必要になるでしょ。でも急に生産量で増やせないじゃん、なかなか。だから人口があまりにも一気に増えちゃったんで、食料の生産の方が追いつかなくなってしまう。で、あと足りてないもの、それは例えば病院です。人が増えれば必要な病院も増えます、当然ね。で、それが足りない。あとは学校です。子供がね、どんどん増えていけば学校が必要、でも急に建てることはできない、財政的な問題もあるからね。なのでそういった不足する問題が起こっている。これが発展途上国です。ここで起こってる問題で、もう一個、先進工業国っていうのは先進、先に進んでる工業の国、つまり発展してる国です。もうイメージとしてはこれ発展してる途中の国、これからね、これ発展してる国で、まあと、まあ、ヨーロッパとか、あと日本なんかが例に挙げられてますけど、そういった先進工業国ではホニャララ化とか人口減少が問題になってます。で、この何かっていうのは絶対聞いたことあります。これ日本がね、すごい今問題になってるんで、少子高齢化です。これは漢字のまんまで、子供が少なくて高齢になっていくか、つまり子供が減ってどん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 お年寄りが増えていく、年齢層がどんどん上がっていってしまうっていう問題です。これを少子高齢化と言います。あと人口減少ですね、人口が減っていってます。で、これが問題となっているので、まあ、対策として子育ての支援を充実させるなどの政策が取られてます。これが先進工業国、ね、子育て支援ですね。で、なんで子育ての支援を充実させるかっていうと、まあ、これを日本に例挙げますけど、日本もこれ思いっきり今進めようと頑張ってます、子育て支援ね。なんでかっていうと、まあ、子供を産むじゃないですか。で、お金がかかります、当然、子育てをするっていうのはね。でも、その子育てをする環境が整ってなかったら、子供を産みたいと思わない人が多くなってしまう。そしたら子供を産まなければ、当然少子高齢化は進んでいきます。どんどん子供減っていくからね。で、高齢がどんどん増えていくでしょ。なので子育て支援を充実させて、あ、子供が安心して産めるんだっていう国に変えていくこと、それが今求められている。それが先進工業の問題としてなってますので、覚えておいてください。いいかな。では、今回は社会の地理、世界の人口についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたけど、もう一本人口があって、次は日本の人口について取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。